はい、長野市議会議員の小泉一馬です。オレンジのおっちゃんです。25日からいよいよこちらの駐車場有料化、もうビッグなクリスマスプレゼント、長野市に長野市民は送らなきゃいけないということなんですけれども、この間来た時はこのね、この部分しか看板なかったんだけど、ちょっとね付け加わりましたね。この黄色字黒字、25日午前8時より稼働いたしますと、もう非常に目立つ、分かりやすい。でここにもなんか書いてあるんですけど、これね、俺車で乗ってきて全然これ分かりませんでした。これはすぐ分かった。これは分かんないよね。一旦車で降りて戻ってきて、なんだろうって見たら分かりましたけどね。城山公園駐車場の料金割引についてと書いてあるんですけども、まあ分かりにくいよね。このね、2時間まで600円取るぞっていうの、それからこちらのね、あの25時午前8時より取るぞということに比べて、まあこちら分かりづらいですよね。もうなるべく無料措置を取らせたくないんだろうかと疑うような、その情報の整理の仕方がちょっとね、料金割引があるってことをまずドーンと書かないと、その割引制度があるってこと自体が車に乗ってきても車の中から見ても分からない。ちょっとね付け加わったところもあって、まあ公園緑地化も努力してるんだなって認められるところは、障害者手帳をお持ちの方っていうのが入ってきてます。で子育てパスポートも入ってたけど、今までは入ってたけど、この障害者手帳をお持ちの方っていうのは今までなかったんで、それが2時間無料に加わったっていうのは、まあギリギリまで工夫をしてきたんだなっていうのは、子育て障害者は2時間まで無料ってボーンとでかい字で書いて、で細かい情報はくしゃくしゃくしゃっと書いてもいいけど、あ、それから県立美術館をご利用の方もいいって、これも付け加わりましたね。城山テニスコート、城山公民館は今までも2時間無料だったんだけど、県立美術館も加わってきましたね。ほう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 、その辺県の連携もっとね最初からやっていただきたい。まあ、あの工夫をねしようとしてる態度は認められると思いますけど、もう一工夫というか、もうだからユーザーのことを考えてやってほしいと思いますよね。おいで、まあ、この中入ってくじゃないですか。いや車に乗ってきて情報なかったよね、無料のって思って、ふっと振り返るとそこにあるまあここに、まあ、書いてないよりは書いた方がいいっていう意味では改善が見られたけれども、まあ、入ってくる時にわからない、で出てくる時にやっとわかる。城山動物園なんか無料だから来てたけど、駐車料金600円取るんならじゃあ軽度かみたいな、もう来れないねみたいな人が出なきゃいいかなと小泉さんは心配しています。こちらがね、城山公園管理事務所で、まあ、公園の世話をしてくださってる方がいるんだけれども、まあ、忙しいからなかなかね席を外しちゃっている。でこちらでも公園のね駐車場を使った時に割引の措置を受けられるってことになってるけれども、実際中の人に聞くと忙しいから不在がちなんだよねっていうことなんですよね。こういうのに巡回中って書いてあるんですよ。だからここに来てできるはずだけどできないことが多いという、そういうなんか小泉さんはちょっと心配しています。あ、中の人出てきました。こんにちは、お疲れ様です。城山プール、市民プールだったところの潰した後の駐車場に近づいてきてますが、どうでしょう、無料の措置の掲示って見えますかね。今車で近づいてきてますけども、はい、ここで有料の看板が見えてきましたね、左の方に、2時間まで600円というデカデカ看板、それから25日午前8時より稼働いたしますという目立つ看板、目立たないように無料措置はここに、ここですよ、ここまで寄らないと読めない。今そこが入り口じゃないですか。で入って振り向くとそこに中に入らないと見られないシステム、というわけで今最終的に
あの25日からね、有料化抽選にきちんと動くようなシステム調整が行われている現場からまず小泉さんお伝えしてますけれども、まあ公園緑地化も頑張っているっていうのは理解できる、理解できるけれども告知の仕方に問題ありゃしませんかと小泉は思いますよね。だから利用者本位でない、子ども本位でない、あの市民本位でない、一応書きましたからいいですねみたいな仕事ぶりになっていること、こういうところを小泉一馬変えなきゃいかんと思ってるわけです。皆様も変えなきゃいかんというこの思い一緒にしていただきたい。現場から小泉一馬でした。ありがとうございます。